まだ不器用に笑うね。まだ悲しみが似合うから君と出会うためだけに、前のこの4人はコンフュージョンっていう他のバンド組んでて、まあそっちでちょっとやってます。だから見たことある人もいるかなと思います。で、今回はそのコンフュージョンプラスドラムのすっごいスペシャリストに協力してもらったんですけど、ドラムの鈴木優斗くんです。皆さん盛り上がってますか？盛り上がってください！盛り上がってください！みんな夢を見てますか？夢を見ろ！東京ドーム！じゃあ次の曲いきます。ネクストプレッシャー！
はい、次の曲がラストになります。で、アンコールとかないんでちゃんと聴いてってください。はい。